はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は第40回の GK 相談所をやっていきたいなと思います。はい。ということで、本日もね、久しぶりにはなりますが、えー、サムネの4選手から、え気、ー、をね、する選手を選んでいくという、この企画なんですけれども、はい。ということで、今日はね、この4選手から選んでいくんですが、さあ、だ で、誰っていうか、どこでしょうね <laughs>。さあ、ポジションはどこでしょうということで。まあ、わかりやすいかな、これもね。ということで、じゃあ、早速いきましょう。こちらです。まあ、とりあえず、両サイドバック1名ずつ選んでいこうかなと思います。まあ、一応、うーん、まあ、まだ、クラチャンとリーグもそんなに決まってないということなので、まあ、両方の一応、観点からお話もさせていただこうかなと思うので、まあ、よかったらね、こういったことで参考にしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 では、えー、ノミネート選手見ていきましょう。まず1人目、こちらです、はいえー。横浜 FC の和田拓也選手のこれフォーカスドプレーヤー第、えー、7弾ですね。はい、最新の部分になります。えー、スキルは 20‐0 にしときましょう。まあ、ここサイドバックが一番いいと思うんですが、まあ、スキル的にはまあシャープフィード、まあ、裏30%乗ってるこれフィードの上位ですねで。B にタックル、C にスルーパスなんで、まあ、うーん。 まあね、スティールとかはないですけど、まあ最悪タックルは持ってるんで、まあいけるかなっていうね、判断にしておきました。一応20万にしておきましょう。で、能力値。まあこれもまあ丸ぐらいですかね。うん、まあディフェッチが高いわけでもなくって感じですけどうん、まあ悪くはないと思います。はい。で、センスはまだ何もついてないので三角にしておきます。まあ和田選手、どっちかというと、まあクラチャ向きの、まあような気もするんですが、うーん。 まあいろいろ使い道あるんですけどね。まあ今日はサイドバックでお話しますけど、例えばまあ、クラちゃんだったら、まあ CMF とかでもいいし、うん、ボランチはちょっと怖いですかね。うん。まあサイドバックか CMF って感じがしますが。さ果たしてというところで、まあリーグというところで考えると、ちょっとやっぱ脆さが出るかな。ボナ戦もテクニックなんで、うんまあディフェンチがね、ちょっと足りないというかもいろいろ問題はあるので、まあそういったところを含めてちょっと今日はどうなるのかなと見てほしいなと思います。 では次、二人目なんですが、二人目は、えー、バンフォーレ甲府の浦上二輝選手のレギュラーですね。今年の、えー、これ後半ですね、になります。で、スキルに関しましては、まあ20、0マ丸でしょう。まあ、ここはピンポイントタックル、ヘディング、まあ、フィード、ということで、まあ、悪くはないと思います。で、まあ、ボナー戦もね、しっかりディフェンスですし、能力値もいいので、まあ、ここはちょっと能力値、印象いいですね、20マ丸です。 で、センスに関しましては三角にしときましょうということで。まあ、ここもね、村上選手、まあ、サイドバック向きのカードですかね。ちょっとスティールがなくヘディングなので、まあ、センターバックだとちょっと怖さが出てくるというところなんですが、サイドバックならっていうね、ところがあるかなと思います。まあ、素晴らしいんじゃないですかね。まあ、能力値、うん、もう問題ないし、まあ、結構サイドバックリーグとしては、まあ、結構、まあ、レギュラーの中では、うん、トップクラスぐらいのレベルにあるんじゃないかなと思います。 さあ、ここ入ってくるかどうか注目です。では次、えー、ブラウブリッツ秋田の小柳達治選手です。はい、えー、小柳選手なんですけれども、小柳選手はスキルが 20‐0。はい、ここはもうピンポイントタックルにンターセプト。問題ないですね。20‐0 です。で、能力値もボナステンディフェンスしか、えー、ボナスンディフェンスと、えディフェンスが高いというね。まあ、素晴らしい組み合わせで 20‐0 です。で、センスはまだついてないので三角です。 まあ、小柳選手ね、まあ、特徴としては両サイドバックもできるし、ボランチもできるっていうね、すごく需要度の高い選手なんですけれども、まあ、ここもレギュラー85ながらも、まあ、その適正のね、ポジションの広さと、まあ、能力値がしっかりしているというところは、すごく魅力かなと思いますので、まあ、ここは二重丸評価で、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、ここ、どうなるかですね。まあ、今回ね、今まで見てきた二人と比べると、 まあどうなのかなってね。<laughs> リーグなりクラチャンなり。さあどうですかね。入ってくるかどうかというのは注目してほしいなと思います。じゃあ次、4枚目は京都さ階が FC の浅田翔吾選手のフォーカスドプレイヤー。これは第3弾ですね。はい。ということで、ここも見ていくんですが、まあスキル20まででしょう。まあピンポイントタックリ、インターセプト問題ないですね。はい。で、能力値もまあディフェッチ高い。プラスまあ限定というところもありますので、この中でもちょっと有利。 で、プラス、ボナセンもディフェンスということで、うん、非常にいいですね、印象がね。はい。で、センスはまだね、ついてないので、三角にしときます。はい、ここね、唯一の限定かないや、そんなことないですね。和田選手も限定なんでね。はい。まあ、フォーカス2枚目になりますけれども、まあ、フォーカスの中でもディフェッチ高い、プラス、まあ、まあ、ちゃんとね、しっかりとボナセン一致してディフェンスについてるっていうね。まあ、すごくグレードは低いですが、まあ、85なんでね。まあ、85の中でもね、低いんですが、 まあ能力はお墨付きということで、ここはまあ十分で、ね、強さを発揮できる選手だと思います。まあリーグ特化している選手ですけど、果たして今回ね、まあ選ばれるのかどうかというのを見てほしいなと思います。はい。ということでね、4選手紹介終わりまして、ここからは、えー、皆さんにね、すでにアンケート取ってますので、そちらの結果をちょっと見ながら、えー、皆さんの結果ね、ちょっと、皆さんは誰を選んだのかというのでね、見ていきたいと思います。 でまずツイッターから見ていきましょう。ツイッターこちらです。はい。えー、誰を選ぶというところで、一番多かったのは一番下、浅田翔吾選手の47%。うーん、ここが印象いいですもんね。はい。で、二番目が下から二番目、小柳達次選手の29%。次が浦上二木選手の17%。次が和田拓也選手の7%ということで、まあこれ一応リーグでね、アンケート取ってるんで、まあリーグで、えー、選んでもらってますが、 まあ、浅田選手が一番いいというね。まあ、限定なのもあるし、ボナスンもしっかりついてるし、というところがやっぱり非常に評価いいのかなと思いました。まあ、小柳選手もね、はい。まあ、レギュラーですけど、小柳選手、浦上選手はここもね、ボナスンディフェンスしっかり一致してて、まあ、なおかつスキルもね、悪くないっていうところが、まあ、評価高いんだと思います。で、ちょっと和田選手がこの中に入ると、やっぱりリーグだとちょっと部が悪いかなっていうね、感じがするのは、まあ、納得できるかなと思います。まあ、妥当な結果と言えるんじゃないでしょうか。 じゃあ次 YouTube 見てみましょう。YouTube こちらです。はい。えー、YouTube も116票いただきましてありがとうございます。ということで、見ていきますと、まあ一番下ね、浅田選手がやはり一番多くて40%。ただね、YouTube ほど差は開いてないですが、まあ小柳選手が次34%で、えー、2番目。で、同じく3番目が浦上日記選手の18%。で、同じく4番目が和田拓也選手の9%ということで、 まあ、順番は変わらないので、まあ一番多いのはやっぱり浅田選手。まあ次が時点が超えない選手という感じの、はい、リーグでの評価になっております。まあ、妥当じゃないですかね、これはね。まあ僕も予想通りぐらいの、まあ、浦上選手と超えない選手どっちだろうっていうのはちょっとありましたけど、まあ、妥当な結果じゃないかなと思います。まあ、はい、そんなになんか、 首かしげるような結果でもないので、さあ、一番多かったのは浅田選手ということで、まあ、ちょっとリーグとね、クラちゃんもちょっと今日一応お話ししたいと思うんですが、さあ、じゃあ、この結果を踏まえまして、えー、GK 相談所の見解としてね、誰を選ぶのかというところに関してはこちらですね。はい、まずリーグのお話なら、リーグなら、まあ、左浅田選手、右浦上選手かな。で、クラちゃんなら、まあ、左和田選手、右浅田選手かなっていうね、評価になりました。あ、ちゃちゃちゃ。えー、浅田選手が左、 えー、和田選手が右だね。<laughs> ごめんなさい。という結果になりました。ということで、はい。あの、出してるんですが、まあ、倉ちゃんなら和田選手がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、ボナセンが EP。プラス、まあ、フィードもね、しっかり上位、まあ、上位なので、裏30ついてるというところで、今一番稼ぎそうというところで選ばせていただいたのと、まあ、表、まあね、相手で選ぶんなら誰かってなった時に、まあ、やっぱ、浅田選手がリーグでも倉ちゃんでもやっぱ入るんじゃないかなっていうところは、まあ、能力値のやっぱ強さですよね。うん。 まあ、さほど差はないですが、さほど差はないので、まあ、正直な話を言うと、これ、ボナセ戦までしか見てないので、この評価ですが、うーん、これ、センスがね、ついてくると、まあ、正直、ひっくり返るぐらいの差しかないと思ってます。はい。で、リーグの方に、えー、右にね、浦上選手選んだのは、まあ、単純に、うーん、まあ、能力値の高さですかね。うーん。 まあ僕的にはサイドのヘディングも悪くないと思ってるんで、まあ全然浦上選手でもいけるのかなっていう判断なんですが、まあ小柳選手でも全然悪くないので、ここは本当に差がないです。正直どっちでも選べると思います。これどっちでもいいと思います。はい。まあ、どっちでもいいというよりもど、あと他の要素、うん、例えばまあセンスとかまだついてないし、キラーでもないので、まあそういった要素でちょっと差が出てくるようでしたら、そのより良くなった分、なった方。 を選んだらいいんじゃないかぐらいの差なので、ちょっとこの段階ではちょっと難しいですが、まあそういった感じで意識するんじゃ、えー、すればいいんじゃないかなと思います。まあ共通しているのはやっぱ浅田選手がこんな方だと評価はちょっと高いっていうね、まあところですかね。はい。僕もまあ皆さんと一緒の意見かなと思います。まあ結構サイドバック難しいんですけど、まあ一応まあタックルがあればっていう話もするんですけど、まあ、スティールがあった方がね、やっぱりいいので、まあそういうところもまあ多少は意識してね。 うん。器用は考えていいんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。ということで、まあ、募集はね、ちょっと今現在ちょっと止めてる関係で、ちょっと応募募集はちょっとしないんですけれども、またね、ちょっと溜まってる分が、えー、消化できましたら、再開の目処が立ちましたらですね、また応募、えー、募集したいと思いますので、もし見てもらいたいという方がいましたら、その時にまたよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。